はようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。最近ちょっとどういう未来になっていくのかなっていう話して、はい、大体工業の時代、要は労働者の時代を過ぎると、はい、次宗教とかスピリチュアルの時代になってくるんじゃないか、精神性の時代になってくるんじゃないかっていう、はい、仮説を立てていると思うんですけど、はい、立ててるんですけど、はい、でちょっとね、宗教とスピリチュアルの違い、はい、について構造的なもので、はい、何が違うんだろう。なんて言うんでしょう、うん、あがめるって言ったら変ですけど、あがめるものが、内にあるのか外にあるのかっていう部分なのかなと思ったんですけど、そうだよね、その通りで、宗教だと神っていうのがいて、はい、いやそれ普通の人ではどうも神っていうのは普通の人にはこう神がどうも見えないとか聞こえないっていう話で、はいはい、よく媒介する教団が絡んでるの、はい、で教祖とかが絡んでる、はい、であとあとこう経典、うん、はい、っていうものがあって、要は過去にこの過去のキリストだとかそういう人たちが要は啓示を受けた経典をこう返して神を見るみたいな、これが多分宗教の構造だろうな、はい、でどうも次の時代はこの構造はなくなるだろうと、うん、でどうもこの神と普通の人が対等の形でこう双方向の交信ができるよね、はい、で SF みたいな話なんだけど、うん、でもね、本当は常に起こってるんだよこれは、はい、今でも多分起こってる、はい、うん、起こってるんだけど、それをこう解釈が違うんだろうね、うん、多分こうやって生きてるこのそのものが、うん、要はもう神みたいなもの、何か大きな力で生かされてるってことだし、はい、うん、おそらく脳にあるこの記憶っていうのも、これ実は脳にそのものあると思ってない、僕は。脳はただ翻訳機能、この世界から来るデータは多分この世界でこっちの、はい、に保存され、何らかの形で保存されて、それをただ脳が翻訳してるってだけの話で、はい、ということはもう結局今こうやって喋ったり考えたりすることそのものも多分このつながりで起こってると思ってて、でこういう時代だよね。で、はい、おそらく何回も言ってるかもしれない、この時代が進まれてこっちの時代に今後行きますよっていう話ですね、はい、うん、で今宗教国って結構あるよね、はい、あります。どんな国があるかな。イスラム圏の、うん、何でしたっけ、シリアだったりとか、うん、ああいうとこだったりとか、うん、あとは宗教国、タイとかああいう風な仏教系のところも宗教国になりますか。でもあれだろうね、そう、経済を僧たちが牛耳ってるかっていうと違うから、ブータンとか、はい、ネパールはそうかもしれない、はい、あ、うん、はい、完全な宗教、どちらかっておそらくね、多分再生、あとイランがそうだね、イランは特にそう、うん、神学者がその牛耳ってるからね、はい、経済、国家をね、はい、多分ネパールとか文、ネパールは神というか仏教だから、はい、ネパールとかブータンは多分最先端、世界の最先端っていうかもしれない、うん、これにちょっと近い、こっちの宗教よりこっちの宗教に近いよね、どっちかっていうと、はい、うん、で要は人にもよるんだけれども、未来学者って人もいて、どうもイスラム圏とかインドの方に派遣がいったっていう考えてる人いる、はい、うん、そういった国々がもし派遣取れるとしたらこっちに移行しないとダメだね。うーん、でも神が絶対だとか言ってるから、はい、特にイスラム圏の人たちは、ね、はい、これを考えることそのものは冒涜だとか言ってるから、うん、ちょっと僕はそこは反対かな、
インドならまだ考えられるんで、世界の覇権が向こうにインドの方に移るって分かんない、はい、イスラム圏に行くか分かんないなっていう感じですね、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。